ラスポテトラスポテトはオランダ発祥のジャガイモ料理でフライドポテトの一種。名称のラスはポテト粉末やポテトフレークを製造するオランダ企業リクソナ社、グループ参加の商標名でオランダ語で民族、血族、仲間などを意味する。パターとはオランダ語でフライドポテトのこと。粉末状にしたジャガイモを水で溶き。 そこに穴を開けた容器から絞り出して細長く成形し、食用油で揚げる。成形時の太さによって食感を変えることができる。冷凍ポテトと比べ材料の常温保存が可能。調理時間が短くて済む温度変化による揚げ油の劣化が抑えられる、商品の大きさを揃えられるなどの利点がある。ただし、あらかじめ粉を水で練る必要があるため、 直接あげられる冷凍ポテトと比べ工程は増える。日本では1970年代初頭頃からラススーパーフライ株式会社が粉末ポテト製ケーキの輸入を開始。一部の観光地やショッピングセンターの売店などで軽食として販売されていたが冷凍ポテトの普及により販売店が減少。愛好者からの問い合わせが増えたことに答え。 家庭向けにもポテト粉末と成形機を販売するようになった。2020年現在では、静岡県御殿場市にある、レジャー施設御殿場高原寺の住み内、静岡県岩田市にある、おやつ専科観察岩田店、おやつ専科観察豊岡元気村店、兵庫県西宮市にある、阪神甲子園球場内の、ライブレストランファイヤー、山口県山口市の長沢温泉にある、 長沢ガーデン、メリーランド、宮城県仙台市にある、八木山、ベニーランド、横浜市にあるバー、ベイブルーイング突火店等にて販売されていることが確認されている。また、沖縄の A&W では、スーパーフライとして販売されている。ありがとうございます。